はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この土日はね、ほんまに何もできませんでしたわ。もう熱が出てたら人間ってね、ほんまに何もできないものなんですね。この腰とね、足のね、痛みからね、水ぶくれが出てきてね、慌てて病院に行ってきて、まあ、一安心やと思ったらね、次はね、発熱ですよ、発熱。まあ、最高 38.8 度まで出ててね、もう高熱と言ってもいいでしょうね。というのもですね、その白血病の治療のためにね、その骨髄移植をしてそろそろ2年経つんですけども、まあ1年10ヶ月なんですけども、まあね、骨髄移植をするとですね、その必ず副作用やね、合併症が起こります。まあ、その種類がね、まあ、大きく分けて2つありまして、まあ、移植後から約90日から100日までに起こる急性 GVHD、でそして約100日以降に起こる慢性 GVHD、 その急性 GVHD と慢性 GVHD の2つに分けられてます。で今僕の体ではその慢性 GVHD の副作用や合併症が発症してます。まあね、細かいことを言いますとですね、発症し続けています。でそしてその移植後1年以上、まあ、2年未満の間もその頃合いでですね、その起こってしまう症状で帯状疱疹が出る可能性が、ね、あるんですけども、まさにその帯状疱疹が、ね、発症してしまいました。で今日でその帯状疱疹の症状が発症して多分10日ぐらいになると思うんです。そのね、まあ、前のその5月30日らへんにですね、左足首が急に痛くなってしまってですね、その左足首っていうのがね、その過去にね、交通事故でね、骨折したとかなんですよ。12、3年前にですね、原付でね、こう停車中にですね、後ろから軽自動車にね、ドーンってこう突っ込まれたんですよ。で、そんなね、事故に遭った時のことってね、鮮明に覚えてるもんなんですよね。その突っ込まれた瞬間にね、そのまま10メートルぐらい飛ばされたわけなんですよ。で、飛ばされてから、ほんまにね、そのね、最初は何が起こったかわからんくてね、で、まさかそんな自分が飛ばされてるなんていう実感もなくてね、その飛ばされた瞬間からね、いきなりこう耳が聞こえなくなって、ほんまにふわーってこう無音の状態になって、ほんまやったらその原付にまたがって、でね、その前を向いていってるはずやのに、その空が見えてですね、で空が見えたと思ったらアスファルトの地面が見えてね、また前が見えたと思ったら、また次の瞬間にそのアスファルトにね、こうバタンって叩きつけられてたんですよ。でもまだまだそのね、無音状態で、でどこも何も痛くない、痛みも感じないままね、こううつ伏せでね、顔はパッて横向いてね、倒れてたんですよ。ねえ、こと細かいでしょ、ほんまにね。なんか知らんけどね、でもね、ずっとね、パッて目はね、開いてたんですよ。ほんで、そんな状態で道路に叩きつけられて、ね、倒れてる状態なのにね、そのね、どこも痛くないんですよ。で、そしたら逆にね、全身がクワーってこう気持ちよくなってきて、その朝の出勤途中やったしね、このまま寝たらもっと気持ちいいんやろうなーって、こうぐっすり寝れるんやろうなーって気分になってきたんですよ。でもそんな思ってても、こういう状態でね、まだずっと目は開いてるんですよ、パチってね。でそのそんなね、ふわーっとしてる気分でね、気持ちよく倒れてたらですね、こう少しずつね、耳が聞こえるようになってきましてね、こうざわざわしてきたなーと思ったら、僕の周りにこう人が集まってきてて、もう目開いてるから見えるんですよね。でみんなが車を止めて見に来るもんやから、道路は渋滞になってましてね。でもずっとほんまに目が開いてるもんやから、こう人が集まってきてるのはほんまにわかるんです。もうね、あれだけね、人からね、注目されたのはね、生まれて初めてでしたね。でほんでそのざわ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 してきて、その耳が聞こえるようになってきてね、で次はそこからこうじわ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 とね、全身に痛みが出てきました。で一番最初にその足首、左足首が一番痛くなってきて、で膝も痛い、腰も痛い、背中も痛いってなってきて、肩も肘も手も痛くなってきた頃合いにですね、バッて警察がやってきて、でそのままの状態で意識確認だけされて、なんか意識はね、まあ、見えてるからあったから
喋ってみようかなと思ったら喋れたんです、このままの状態でね。で意識確認されてるうちに交通整理が行われて救急車が到着して、で人生初のストレッチャーでね 1,2,3 ってこうね乗せられて、で救急車の中にね搬入されて病院までね搬送されたわけですわ。もう追突事故ですわ、ほんまにね。大阪弁で言うたらねお釜掘られたんですわ。でそんな激しい事故やったはずやのにね、その左足首のね虚骨という足首の奥深くにあるね骨だけがね骨折しただけで済みました。まあ他はね打撲程度なのやったんです。そんな左足首がねその先月の5月30日の土曜日にね急に痛くなってきてですね、でそして今月の頭6月1日にですね膝と腰もね順番に痛くなってきてね、夜になったらその激痛に変わってきてもう歩くこともできなくていい状態だったんです。でその日の晩のお風呂 で膝の側面にねあの水ぶくれが出てきたのに、ね、気づいて、で次の日の、ね、火曜日にはねその水ぶくれがバッと広がってきて、これはおかしいと思ってね、その次の日 その水曜日にねやっと病院に電話して、まあ、明日担当の先生の診察日やから明日来てくれと言われて、でその明日っていうその木曜日にねその緊急事態で緊急事態やからね緊急事態で病院に行ってきたら帯状疱疹って診断されました。ほんでその日にもらった抗ウイルス剤1種類と鎮痛剤3種類をもらって安静にしてたら、その日の晩からね少しこの頭が痛くなってきてね、で熱測ったら37度やったんですよ。で金曜日の晩にはね 38.8 度まで達しました。病院からもらってたね鎮痛剤の3種類がね功を奏したのかね、土曜日の夕方にはね熱が少しだけ下がって頭が痛かったのもちょっとだけマシになってきてね、でその日のその土曜日のね夕方にね その土曜日と日曜日の動画をね2本ね撮影ねしました。そんだけちょっとね体はね回復してたんですけどね、そのまた晩にはね熱がガッと上がっていてね、もう日曜日はねずっと寝てました。その日曜日にねその子供と遊べることもなくそのおとなしくしたのが良かったんでしょうかね。今日はね熱が下がっててもう頭も全く痛くなくなって、こうやって動画で、ね、報告させてもらうことができているんです。髭を剃ることもできました、ちゃんとね。今ねその、まあ、10時前なんですけども、これを取り終わった後にすぐにねこう熱が出たことをねその病院に電話で報告します。まあ、今飲んでるね薬の数々のね鎮痛剤のおかげでですね、まあ、3種類なんですけども、その熱がねこの土日でね下がりましたよということをねしっかり伝えます。まあ、今日もねその昨日の日曜日のようにですねこのままねちゃんとおとなしくしておきます。まあ、もちろんここ1週間の間はですねその縄跳びもウォーキングも柔軟体操もねやってません。もうそんなことしてたらね治るのも治らないのでね、もうしっかりね安静にしておきます。もうね帯状疱疹がね終わってちょっと元気を取り戻してからまたね運動を再開していきます。ちょっとでもねやっぱね運動していかんとね体力ってねついていかないんで、ね、筋肉つけやんとねダメなんでね、まあ、僕長袖着てるんですよ。でねこのズボン履いてるんですけども、これあのあれなんですよ、パッチタイツなんです、冬用ので、冬用のタイツ履いて今短パン履いてるんですよ。でもこのまま外出るとね寒いんでね短パン脱いでね長ズボンに履き替えてね、外出るときはね出ていきます。あんま出えへん方がいいんですけどね、ちょっと用事やったらね出ていかないとダメなんでね。まあそれぐらいね体を温めるためのね筋肉がね低下してるんですわ。でもまずはねしっかりね筋肉つけることよりも安静にしておきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々とねよりたくさんの患者さんに届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。